ハロー YouTube、 どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はね、昨日旧統一教会の代表者が3回目の記者会見を行ったということで、これね、今非常にネットで話題になってまして、僕もねこれ見たんですけど、いろいろねちょっと思うことがあったので、ちょっと僕の意見というのをねこの YouTube でちょっと発信していきたいなと思います。まあ、これはねあくまで僕の意見ということで、いやお前何言ってるんだとか、私はこう思いますとか、まあそんな方もいるかと思うんですけども、そんな方はねぜひコメントをしていただけたらいいかなと思います。まあ、これはですね、あくまで本当に僕の意見ということでね、本当に僕の完全なる主観、独断、偏見なので、まあ、ちょっと、まあ、いろんな意見持たれる方いるかと思うんですけども、まあ、そんな方はね、ぜひコメントよろしくお願いします。それでは早速ね、話していきたいんですけど、まず内容としましては、昨日2022年9月23日に世界平和統一家庭連合、まあ、旧統一教会の教会改革推進本部の勅使河原秀行本部長という、まあ、方がね、まあ、記者会見を行ったということで、僕これをね、ちょっと全部ね1時間ぐらいの生中継全部見たんですけども、でこれね、僕今回の記者会見を見て思ったのが、いやこれね、教会の人たちは本当に何も反省してないんじゃないかなっていうのがもう伝わってきました。っていうのも、今回これ勅使河原本部長が行ったことで僕印象的だったのが、だからマスコミとかその週刊誌、要はテレビ局とかが、その統一教会のことを悪くその報道しすぎなんじゃないか、でそれをやめていただきたいみたいなことを本当に熱烈に発信してたっていうのが一つ。そして何が何でもその霊感商法であったりとか、多額な献金をねそのさせてるっていうことを認めない、でそのためのなんかデータ、その過去そのこの週刊誌のこのデータによると、1990何年からその統一教会がその霊感商法はしてないっていう風に、そのいうデータが出てますよみたいなことを言って、いかにその自分たちがね、こう霊感商法をしてないかっていうのをアピールしてるように見えるんですよね。で、それプラス、そのメディアとか、そのテレビ局が私たちは悪くないのに、そのねじ曲げて報道してるから、それは本当にやめてくださいみたいなことをね、必死に伝えようとしてたのがね、もう本当それでが、ちょっと腹立たしいというかね、お前ら、どうなのかなっていうふうに思いました。っていうのが正直な意見です。で、僕今回この統一教会のね、記者会見を見て、いや、本当に今、この2022年の安倍さんがね、こう銃撃された事件をきっかけに、ちょっとこれ国家権力とか、弁護士とか、そのマスコミとか総動員して、ちょっとこれは日本国内から、まあもう力を、影響力とかを思いっきり削ぎ落として、もう本当に活動できないようにした方がいいんじゃないかなっていうふうに、僕の考えとしてはそう思いましたね、正直。っていうのも、これもしね、このタイミングで何らかの形で2022年以降も活動を続けていくとなると、まあ、おそらく5年後とか10年後とか、皆さんが忘れたタイミングでその名前を変えたりとか、姿形を変えて、また多額な献金っていうのをその何も知らないその人たちからそのさせて、また力をつけ出すと思うんですよね。でそうなってしまった場合、何も知らない人がね、また多額の借金をしてしまって、それによってね、そのクレジットカードが多重借金であったりとか、その家とかその自分の資産とかを売り払って、それでもなお献金すると、でそれによって人生が狂わされて不幸になってしまう人っていうのがどんどん増えていくと思うんですよね。でまだ安倍さんのような事件がなんかポツポツ起きてしまうっていう可能性を考えると、このタイミングでやっぱりね、ちょっとね、活動できないようにした方が、力をもっと削ぎ落としていった方が、で恐ろしさっていうのをもっとマスコミとかがね、日本国民全体にね、伝えていった方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに、心の底から思いました。で、これね、今回旧統一教会の、この勅使河原本部長の話を聞いてると、本当にね、全く反省してる様子がないですし、どちらかというと自分が悪いっていうよりかは、自分たちは正しいと思ってますと。正しいと思ってることを、その、信者の皆さんを幸せにするためにやってましたと。で、その、やり方っていうのをマスコミとか、そのテレビ局とか新聞社が、その、いかにもこの宗教団体はカルト集団でやばい団体なんだっていうことをどんどんアピールしていくと、ね、それは本当に迷惑なんでやめてくれませんかみたいな。なんか、私たちは正しいと思ってやってるのに、あなた方が私たちを悪者のように扱おうとしてませんか、それやめてくれませんかみたいなことをね、本当に心の底からなんかそういうことを言ってるような感じがしてて、ちょっとね、
どうなのかなっていうふうに思いました。っていうのもでやっぱりこれね、旧統一教会は霊感商法を絶対認めないんですよね。これ認めてしまったら確かこれ解散というか法的にアウトだったのかな、ちょっとその辺詳しくは分からないんですけど、だから絶対認めないんですよ。ちょっとこれはね正直どうなのかなっていうふうに思いました。で他にもね、なんかその2世3世で苦しんでる信者の方に対しての言い分っていうのが、その私たち宗教団体旧統一教会は自分たちのやってることが正しいと思ってますと、だからその正しいと思っていることを他の人に広めるとか、その子供たちに伝えていくのは正しい行為ですよねみたいなことを言ってて、要は2世3世の信者を増やしていくことを、まあ、正当化するわけですよ。自分たちがやってることは正しいと思ってます、だから子供たちにそれを伝えていくっていうのは何もおかしいことないじゃないですかっていう言い分で、これちょっと恐ろしいなっていうふうに思いました。でこれプラスね、その自民党とのつながり、要はあの安倍晋三さんのようなね、ある種その国の中でも、まあ、権威のある人たちとつながることによって、やっぱり一般の人たちって信じちゃうですじゃないですか。っていうのも、やっぱりその多くの日本人の人って、その人が言ってるから正しいとか、科学的にこれは正しいから信じるんじゃなくて、あの人が言ってるからとか、例えばその一郎選手が言ってるからこれは正しいんだ、安倍晋三が言ってるから正しいんだ、あのお医者さん、東大卒業してる人が、東大の教授が言ってるから正しいんだみたいな風にして思い込むじゃないですか。だからその旧統一教会が安倍さんとねこうつながってたら、その自民党の人とつながってたら、やっぱり多くの人って信じちゃうんですよね。この安倍さんとつながりのある旧統一教会が言ってるこの先祖がね、その悪さをしたからこう壺を買わないと不幸になってしまうっていうのは正しいんだみたいなことを思ってしまう人ってやっぱり一定数いるんですよね。で、でやっぱりそう考えると、このあたりで本当にマスコミとかその自民党とかその権威があったりとか、その社会的に信用されやすい人っていうのが、もっとどんどんね積極的にカルト宗教だ、カルト集団だ、やばい組織なんだっていうことをもう どんどん発信していった方が、まあ、僕はいいと思うんですよ。まあ、これはね、まあ、あくまで僕の意見ということで、まあそうじゃないっていう人ももちろんいると思うんですけども、そんな方はねぜひあのコメントしていただけたらなと思います。やっぱりいろんな意見があった方がね議論っていうのも盛り上がりますしね、あのどんどん積極的に意見をどんどん発信していくのも大事なんじゃないかということでね、発信していきました。でこれ僕はね、これ発信をすることによってちょっと怖さもあるんですけども、ただねこのタイミングで2023年以降も活動を続けられて、それによって不幸な人が出て、その安倍さんのような事件がねまた再発される方がね、僕ちょっと怖いなと思うんでね、ちょっと僕はちょっとね情報を発信しましたということで、ぜひ皆さんもね、その見えない力とか、例えばその統一教会の信者に恨まれるんじゃないかとか、マスコなんかその思う人もいると思うんですけども、そういう見えない意見とかにね屈せずに、どんどん情報発信していった方が、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。まあ、そんな感じですね。ということで、まあ、これはあくまで僕の意見ということなんですけど、本当にね、まあ、こういう組織が2022年以降も存在してますし、ただね、やっぱりその世の中の一定数の人っていうのは、物事っていうのを自分の頭で考えたりとか、科学的に正しいから信じるのではなくて、その誰々さんが言ってるから、例えば安倍さんが言ってるから信じると、で一郎選手、お医者さんが言ってるから信じるっていう風な人たちがやっぱり多いじゃないですか。でそういう人たちが、そういう人たちと関わりを持ってる団体っていうのが、そのなんかその献金とかをね、多くの人たちに求めたとしても、それが科学的に間違ってたとしても、やっぱり多くの人は安倍さんと親しかったら信じたしちゃうもんだと思うので、この辺はねやっぱりどんどんね、そういう人たちを減らしたいっていう意味でも、ちょっと発信していくのも大事なんじゃないでしょうか。ということでね、こんな感じでした。まあ、これに関してはね、いろんな意見を持たれてる方いると思うんですけども、そんな方はね、ぜひ、動画下概要欄とかに、コメント欄とかに、ね、コメントしていただけたら全て見てますので、よろしくお願いします。またね、私、Twitter、Instagram、TikTok もやってるんで、動画下概要欄にリンク載せておきますので、ぜひ、フォローよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。では、ありがとうございました。